ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回は Amazon で販売されているテイカークラスマートン、ブラックビューの AAT Pro というモデルをご紹介したいと思います。この製品は安いスマホを多数販売しているブラックビューというブランドの製品になります。この動画を作成している時点での販売価格は15,990円ととても低価格な価格で販売中です。当然、全体的にスペックは低めになっているものの、実は CPU に関しては、この価格帯のスマートフォンとしては割とハイスペックな CPU が搭載されています。そもそもこのブラックビューとブランド、まだご存知ない方のために簡単にご紹介しておきますと、ユミテジなどと同じように中国のスマホメーカーになります。価格的にもユミテジのスマホと同じように低価格なモデルが中心のメーカーです。ただ、ユミテジのスマホと異なるポイントとしては、ユミテジのスマートフォンの中には防水に対応したモデルや対衝撃性能を持ったスマホがないのに対し、このブラックビューからは防水対応のモデル、また対衝撃性のあるモデルも販売されています。今回ご紹介するブラックビューの AAT Pro は、ブラックビューが毎年新製品を出している A シリーズの中でも比較的新しいモデルになります。では、まずはじめにブラックビューの AAT Pro のスペックを紹介すると次のようになります。CPU は MediaTek の Helio P25。RAM は 4GB で ROM は 64GB。ディスプレイは 6.49 インチ。解像度は 1560×720 ドット。カメラにつきましては、背面のアウトカメラが合計4つのカメラが搭載されており、1300万画素、200万画素、30万画素、30万画素の組み合わせになります。前面のインカメラについては800万画素のシングルレンズ。なお、このインカメラはディスプレイの上部に水滴型のノッチがついており、その中にカメラが搭載されています。バッテリーは 4680mAh。OS は Android 9となります。価格につきましては、冒頭でもご紹介した通り、この動画を作成している時点の価格が15,990円となっています。カラーラインナップにつきましては、ブラックのほか、ブルー、レッドも用意されていますが、すべて価格は同じで15,990円となっています。その他、特徴としましては、インカメラを使った顔認証に対応しています。さらに、生体認証につきましては、本体背面に指紋センサーも搭載されていますので、指紋によってロックを解除することも可能です。バッテリーにつきましては、大容量のバッテリーは搭載しているものの、急速充電には非対応で、充電の定額としましては、5V2A となっています。Wi-Fi につきましては、802.11BGN までの対応となっています。ですので、最新のスマホの多くが対応している AC には非対応となっています。インターフェースとしましては、3.5 倍のイヤホン端子が搭載されているほか、USB 端子については Type-C となっています。1万円台で購入できるスマホにしては珍しく Type-C となっています。ただ、Type-C ではあるものの、充電の定額につきましては 5V2A ということで、急速充電できるというわけではありませんので注意が必要です。一見すると、このモデル、最大の特徴はカメラのように思うかもしれませんが、背面に合計4つ搭載されているカメラ、主に使われるのが1300万画素のカメラで、その他のカメラにつきましては、いまいち用途が不明なところもあります。Amazon の販売ページの方でも、合計4つのカメラが背面に搭載されているということについてはアピールされているものの、各カメラをどのように活用しているかという説明はなく、30万画素とほとんど使えないようなセンサーを搭載しているからわかる通り、最新のトレンドに合わせるため、とりあえずたくさんのカメラを搭載してみたという印象を受けます。なお、冒頭で少しご紹介しましたが、このモデル、個人的に最も大きなポイントとしましては、1万円台で買えるモデルにしては珍しく、CPU に Helio P25 という、この価格帯にしては珍しく、そこそこスペックの高い CPU を搭載しているというところかと思います。この Helio P25、アンツツのベンチマークの結果としましては約10万点になります。例えばこちらのタブレットが現在自分がベッドの上で動画を見たりする際に使っている NEC の8インチのタブレットで TE708KS というモデルになります。
こちらのタブレットで ANTUTS のベンチマークのテストを行った結果がこのようになっています。実はこのタブレットでも ANTUTS のベンチマークの結果は約10万点と、今回ご紹介しているブラックビューの A80 Pro と同じくらいのスコアをマークします。搭載している CPU の型番としましては、このタブレットの方が MediaTek の Helio P22T ということで、全く同じ型番の CPU ではないものの、ANTUTS のベンチマークのスコアは同じぐらいということで、このタブレット快適に使えているのかどうかということですが、実は動画を視聴したりするのがメインですので、とても快適に使えています。ですので、YouTube や Amazon のプライムビデオなどの動画を視聴するのがメインであれば、ANTUTS のベンチマークスコアで10万点マークするような CPU を搭載した製品というのは、割とストレスなく使うことができます。ただ、この NEC のタブレットを自分が購入した際は、約3万5千円で購入しました。ですので、実はコスパとしてはこのタブレットはあまりいい製品ではありませんでしたが、今回ご紹介しているブラックビューの A80 Pro は、NEC のタブレットと同じくらいのスペックを持った CPU を搭載しながら、約1万5千円で購入できるということで、そう考えるととてもコスパが高いように思います。とはいえ、このブラックビュー A80 Pro、メインで使うスマートフォンとしてはあまりおすすめはできません。背面のアウトカメラについても少し仕様が微妙なところがあったり、バッテリーもせっかく大容量のバッテリーは搭載しているものの、急速充電に非対応ということで、満充電しようとするとかなり時間がかかってしまうなど、やはりそこは安いスマホならではのスペックが物足りないところは多々あります。ですので、メインで使うスマートフォンとしてはおすすめできないものの、主に動画を見たりするだけ、ゲームをする場合もそこまで重たいゲームをしないというのであれば、約1万5千円で買える端末としてはそこそこ使えるのではないかと思います。あと、スペックについてですが、ディスプレイは最新のモデルと比べると解像度が 1560×720 ドットと、画素数としては少し控えめになっているものの、実は19対9のディスプレイを採用しています。タブレットではありませんので、画面分割で複数のアプリを画面上に表示してという使い方はあまり快適にはできないかと思いますが、ウェブサイトを表示した場合、またメールを表示した場合など、縦にたくさんの情報を表示することができますので、この縦長ディスプレイが役に立つ場面はあるかと思います。Amazon の販売ページの方には、実際に購入された口コミや評価が掲載されていますが、結果としましては、この動画を作成している時点で、合計42個の評価が掲載されており、星5つのうち 4.8 ポイントとなっています。さすがに、このスペックのスマートフォンが、ほぼ満点に近い得点を獲得していますので、口コミの中にはやや信憑性が低いものもあるかと思いますが、意外と高評価を獲得しているようです。繰り返しになりますが、メインで使うスマートフォンとしてはお勧めできないものの、動画を視聴したり、そこまで重たいアプリを動かしたりしないならば、十分使えそうなモデルかと思います。なお、しばらく先になるかと思いますが、このモデルにつきましては今後実機を入手して、ベンチマークや動画の書き出し、そしてカメラ性能がどういったものなのか、検証した結果も実機をもとにご紹介したいと思います。なお、販売ページにつきましては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。実際に購入された方の口コミなども見ることができますので、その辺興味ある方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。